骨再生誘導法は GTR 膜を虫部の骨欠損部に応用し、特に骨の再生を目的とした方法である。骨再生誘導法は、刺繍組織再生療法に分類され、骨欠損部に骨移植を行い、GTR 膜、またはエンドを併用して行われる。日本では骨移植剤として、自家骨と人工骨が主として用いられ、どうした骨や、 歯骨はあまり用いられない。本法により、神秘性や機能性の向上は、もちろんのこと、重度な骨吸収により従来では、不可能だったインプラント治療が可能となる。骨の採取部位は、下顎枝、音外部、頸骨、頂骨などがある。外来で行う場合には、一般に、下顎枝、または、音外部から骨採取を行う。 蛍骨などは手術設備が整っている施設で行われる。必要な量や骨質を考慮し、採取部位を選択する。採取された骨をブロック状で使用する場合は、需要側にスクリューで固定する。また募集となる骨とブロック状の骨との間に、粉砕骨を満たして、軟組織の侵入を防ぐ。クラッシュして使用する場合は、非吸収性。 または吸収性メンブレンにて被覆する。スペースメイキングが必要な場合は、スクリューピンを用いる。ありがとうございます。